はい、皆さんこんにちは。ハイラル城に来ております。来ております。なんでかというと、あれ？あれ？結構もう終盤に差し掛かっているというか、もう強制的にラスボス戦、強制的にというか、行くことも可能でありまして、ちょっと行ってみるか。ちょっと右下のマップを見ます。で、光ってるとこにいるんですよ。丸いところにオレンジの。で、これ正しいルートは多分、なんだ？こっちに行けばあるのか？ちょっと、リーバルトルネードで飛んでってもいいんですけど、それだとちょっと味気ないというか、一周目も僕そうでしたから、そうでしたからっていうか、なんかめっちゃでかくない？これ。その 入ったらもうそこがガノンの部屋だったみたいな じゃ事故が起きたからさ、みたいな、もう戦うの？とか思ったけど、来たから戦うかみたいな感じだったんですよ。なんすよ。で、ちょっとまた右下を見る。もう一個先だね。これは、こいつと戦った方がいいのかな？それとも、これ迂回していくのか？こっちから。あ、マスターソード？マジ？ちょっと待って。それきついんじゃないかな？ちょっと一旦こっちに来てもらって、君たち。それ何？槍？それ。槍だね、それ。ちょっと攻撃早いよ、それ。よし、駆け逃げよう。こっちが合ってんのかしら。よっ。あれ？何ここ？あ、ここ来たことあんじゃない？展望室って。あれ？前来たよね、ここ。ここにさ、なんかあるじゃん。で、ここにさ、コログあったじゃん。で、それすげえ難しそうだったじゃん。で、ここじゃないから。あ、これ、こんなのなんだ。前あったよね。あ、ちょっと、あいつしぶといな。ちょっと待って、右下を見るに、どうやって行くんだ、それ。こっから滑空か？うおお。登ってみますか。正規ル 待って、マジか。正規ルートはどうなってんだろう。それがわからん。中にあった、行くとこ。そこの壁を違うよね。倒すか。 ちょっとその黒いやつ邪魔だよね。 あれ、ちょっと待って、ダルケル送りたいな。そう、帰っちゃうから、ダルケル送りたいんだな。ダルケル送りたいな。 ちょっと待って。あー、それ、ダメ。ちょっとまずい、まずい。ダメだ。ちょっと、おい、勝てんのか、これ、マジで。ちょ、一旦、これ回収して。勝てんのかな？これは反対側からじゃないといけないでしょ？どうや、また。ここはいけないんだよね、多分。本来だったらここが直通なのかもしれないけど。まあ、一旦外出るか、やっぱり。それともこれ、あ、燃やせないよね、これはね、確かに。一旦外から行ってみようかな。まあ、外から行けんのか知らんで。ちょっとこいつ怖いんだよな。そのお前の攻撃多分強い。外から行ってみよう。ちょっと普通に行けなさそうだけど。スッスッスッって登れない？あ、こっちの方が楽かな。精神統一。あぶねえよ。 ちょっと待って。なんかあんのかな、そことか。
ちょっと見てみようか。ああ、コローグが落としてたもんね。で、右下のマップが外になっちゃったから、あれ？わかんなくなっちゃったけど。あのガーディアン動かないよね。大丈夫。それともここ、あ、そこ入れます？ちょっとそこ行こうか。ちょっとここ行ってみようか。どうせまた登れると思うし。あ、あ、行けない？マジか。いやー困った。じゃあまた登ろうか。ここから行けるとかじゃないね。登ろう。また中に入りてんだけど、そこから入れる？入れるね、そこからね。で、ここは何？ん？あれ？で、ここじゃないね。ただここ入るとなんか多分戦うんじゃないの？ライ、違ったっけ？むしろ一回入ったっけ？なんかライネルとかさ、そういうやついるんじゃなかった？逆か、こっち、そっちだ。え、中入りたいんだけど外出ちゃったんだけど、どっから中入る？これどこ繋がってんの？これ、あ、これじゃないか。こっち、こっち、このちょっと待って、あ、ぐるりと回っていくのか。ただここを登っ、うーん、ちょっと回ってってみるか。え、いけないよ、もう。ちょ、さっきのとこ戻ろう。中からの方が良かったな。あ、てか雨降ってきちゃってんじゃん。おい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 、マジか、どうしようあれ、どうしよう。これ即死はしないんだよね、これ。あー、割と痛くない？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 オッケー。で、これぐらいは登れ、貴様。よし、こっちから逆からアクセスし、アクセスできんの？あ、なんか目玉に、あ、違うかな。ただこれ越えられる？これいけなくないですか？あ、やばいやばいやばい、やばす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 、よっ。おいおい、どうすんだよこれ。リバルトルネード使う？そこはそっちに行きたいだけなのにな。使うか、ダメだ。おいおいおい、待て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 、やめろ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 、やめてくれー。ここ何ここなんかダメじゃない？ここ、ちょっとご飯食おう。おい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 、やっぱ最初からリバルトルネード使ってダイレクトに行った方がよかったかな。これ食っとくか。でもそれじゃあちょっとさすがに1周目と同じだからよ。ただここ入りたくねえよ。順路的にはこれなんだよね。あの右下のマップを見ると緑の道みたいなやつって迂回できないんですよね。雨降ってんだよね。そこ登れません、頑張って。わ、違う違う、お前何やってんだよバカ野郎、バカ野郎、バカ野郎。ちょっと待、ちょっと待ちな、ちょっとバカ野郎。よし、もし行ってみるか。そうなんだよね、ライネルさん、お前に勝つのは無理だろ。なあ、お前に勝つのは無理だよね。これ逃げられるのかな。逃げられる、これ逃げられないよ、なんか。
げられるの？あ、逃げられるの？マジか。なんだ、ライネルがそういうの許さないかと思ったけど、そうか、雷を蓄えちゃってね。登って、頼む、リンクくん、いけない、それいけないのか。いやー、いやー、私が守る。お前強すぎるだろ。おい、使えるぜ。あいよ。この雨ってさ、止むの？天気予報的には晴れとかになってるけどさ、ハイラル城は常に雨とかじゃないよね。おー、リーバルー、早くしてくれー。リーバルトルネードが必要だ。頼む頼む。それとも別の道を探してみる？なんかここアイスブロックじゃなくて、あれ、アイスブロックじゃない、あれ使ったらいけんのか。ちょっと試してみようか。アイスメーカーか。落ちんなよ、ボケボケボーケ。まあいいやつ。リーバルトルネード、いつでも OK だ。さすがリーバル、さすがリーバルくん、いいぞ。大胆に使わせるの。で、地図見える。この、その道か。これ、滑空で行ける？なんか、行けないかな。おい、待て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 、貴様待て、貴様ちょっと、行けから、やめてよ、マジで。晴れたね、晴れたね。じゃあもう、狙われない、狙われない限り登れるんだけど狙われる。ちょっとどっかでカッティングしたい。カッティング、ナイスカッティング。こう登ります。待って、何この色。カッティング、ナイスカッティング。おいおいおい、なんだこいつ。あ、そうそう、よっしゃ、よっしゃ。大体にそこを登って若干ショートカットしない？ その方がよくない？これぐらいジャンプしていいよね。あら、しない方がよかったっけ。ちょっと一回でいけるよね、多分。ジャンプすっぺよ、ペルッ。わー、目の前で、右下を見るに、もうそこだよね。行こう。やめろ。ここはここでカッティングしたいけど無理。危ねえ、いやーらー。来た？お、来たね。危ねえ。本丸だ。よし。行きましょうか。え、あ、すごい、ドクドクしてる。外から来たのは初めてだわ。な、前も外から来たけど、リバルトルネードで上昇して、なんか変な窓みたいなところから侵入した。今何分？ 14。 行ってみようか、とりあえず1回。いや、すごい。またどこかでね、落ち着いてハイラル城探検とかしたいんだ。待たせたな。ごめんなさい、私の力ではもうガノンを。地面に耐えたのがすごい。
気持ち悪い。よくあるパターンですね、これね。そこが抜けて、こういうところで戦うんだってね。いやー、久しぶりに見た。久しぶり。元気だった？すごいすごい。気持ち悪い。あ、気持ち悪い。やばい、ちょっとこいつに立ち向かうのはきついだろう。やばいって、やばいって見るからに、ね、え、嘘、あれ、真珠は、真珠は、え、言っとくけど君のためじゃないよ。テンパっちゃった。僕はガノンに借りを返したいだけだからね。そうそう、これね、HP すげえ削れんだよね、確か半分ぐらいじゃなかったっけ。これが私の最後の力。ミホ負けないで。負けない。おじさん負けない。あ、リンク負けない。行くぜ相棒。頼むぜ。さあこいつを喰らいだガノン。すごい派手に行くとしようかね。お姉様、お姫様、もうちょっとの辛抱だよ。お姉様、すげえ。すごい、そう一点集中するんだ。おー、すごい、ハイラル版ドラゴンダイブ半分。よし。これ半分与えなかったらもう勝てんのかな。これ真珠をクリアしないと確かカースガノンと戦っていくんじゃなかったっけ、こいつと戦う前に。きついよねそれ。で逃げてもいいんじゃないかな。あー、マスターソード。ちょっと惜しみなく食おう。ちょっと待ってくれ、頼む。あとちょっと、あ、これじゃない、ダルケルを一旦オフっといて、でウルモザは使うかもしれないでしょ。リーバルトルネードは使うかわかんないけど、ミファーはオン。ていうかミファー溜まってないんだよ。溜まってる。でこれは確かこれで上昇気流が出て、上昇気流が出て、おい、ちょっと待って、ちょっと待って、どうだっけそれ。何、あ、遅いけど、これ上昇気流、これを利用していってたのと思ったけど弱かった。おいおい、怖いよ怖いよ。待って、ちょっとご飯。やべえ、怖え。僕ちなみに1周目の時はもうガノン何十回は言い過ぎかな、結構やったよ、結構やった。よし行こう。ほら、なんだそれ、やめてくれ、怖いよ。おお、早いそれ。おちち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 ち。それ、あれ、ジャストいけるかな。いけない。ちょっと厳しいな。ちょっとやっぱ強いね。ちょっと強いね。次何？次何なの？それ何なの？あ、それあれか。あ、来た、ジャスト。いけー！ほらー！ほらー！まずこいつ殴んないといけない。ため攻撃とかした方が良かったかい。危ない、あれ近づいてたら食らうやつ。あ、危ない、火が
ギリギリ避けられた。ちょっと待って、ちょっと、危ねえ。ちょっと、きついね。これ弓とか弓の矢とか撃ってみる。それさ、これの方が良くない？打ち返したいのかな。あ、ちょっとダメだ、やめとこう。ダメだ。あと、なんか猫吐いてないか。大丈夫、吐いてる、多分吐いてる。あ、あと、ちょっと待って、それは打ち返したいな。え、猫吐いてない、マジで。あ、ていうかこれチャージ中じゃん、これ。クソ、ダメだ。やめろ。これ何、ウルボザの、ウルボザじゃない、あれのやつ、雷のやつ。あ、これもしかしてあれじゃない。あ、違うか。なんか火の時はさ、吸い込ませたよね。おいおいおい、痛いから。何、あー、それ避けにくいね、それ。あ、そう、ジャスだ、ジャス、ジャ、ジャ、ジャ、やばい、手の汗がやばい。ちょっと、1、2、3、4、もういいや、食べよう。ちょっと待って、やっぱ結構難しいね。あ、これ無理だ、ジャストいけない、こんなの。近い。早いし、ヒックだったし。痛いし、近いし。ちょっと矢を放ってみる。ちょっと早いよ。早い。しゃがまないで。ちょっと何それ。おい、バカ。ちょっと、ふざけろし。ちょっと。おい、ちょっと離れろ。またそれかよ。ちょっと最後の1個みたいなやつだけ止めたいな、それ。これ壊すだけだともったいないよね、多分。あ、1個ない？さっきたまたまってこと？あ、じゃあ、それも攻撃に使いたいけれども。使いたいけれども。危ない、やばい。あ、待って、やばい、待ってる場合じゃん。いけー、壁攻撃してみる、むしろ。お、めっちゃ縮め、うー、ただ、あっ、キャッ。ちょっと待って、危ない。あ、これ食って、これはちょっと、それ強くない？行こう。おい、やっと。あ、それ違うのか。これ、それ使っていった方がいいんじゃない。あ、ちゃ、危ねえ。よく避けれたな、今。それ、避けられないな、これ。あ、ちょっとそれ避けられないな。しかもボタン間違えたし。あ、また移動するのか。あ、ちょっと食らった。すげえちょっと食らった、マジで。1ミリぐらい食らいましたね。近い。よよよよよ、風か。あー、2つ、めっちゃ。あー、そんな複合技、そんな複合技。どこ行ったやつは。ちょっと来いよ、ほら、反射してやるぜ。ちゃか、ダメだ。ちょっとダメだ、なんかさすがに1回では無理か。あ、またそれ。
行け行け、もうウルボさんの怒りよりも前に殴れ殴れ殴れ、離れろ、危ない、また頑張れ、ミスんな、ナイス、遅れたと思った、これを跳ね返すのが一番楽なんじゃないか、変形すんの、え、何それ、何それ、ちょっと待って、ちょっと待って、何それ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、この状態、何、ちょっと待って、跳ね返せねえ、なんだ、ちょ、お、声にならない声が、もったいない、ちょっとちょっと、あ、違う違う違う、キノコとかないの、あるよね、あるよね、しびれてもいいよ、ちょっと、何この状態、近づきす、なんだっけ、覚えてない、なんだ、攻撃が通らないんだっけ、あ、違う、なんかすごい大変、うーん、グングニールか、お、やめろやめろ、貴様遠隔攻撃さえもできるの、無敵か、待って、体力が、まず人参、はぁ、食べられない、ガッツガッツ、ラディッシュ、シノービシノー、あ、もういらない、それ飛ばすだけ、でもそれめっちゃ爆発するんじゃなかったっけ、それめっちゃ爆発するんじゃなかったっけ、それ、うん、ギリこんなし、よし、なになになに、なにすんの、あー、熱い、熱そう、マジかよ、あー、よし、いっときなよ、いっときなよ、リンク、逃げてー、何それ、ちょっと怖い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 、あ、避けられた、やった、いっとけこの野郎、てめえこのままぶち倒せ、その無理だ、逃げろリンク、逃げろ、危ない危ないよ、感謝しろよ、ちゃんと、もう違う、でもいいよ、大丈夫、タイミングちょっと間違えただけ、よし、いっときなよ、殴りなよ、リンク、しゃがまなくていいよ、ちょっと、ああ、無理だな、次の回に持ち越し、逃げよう、よけろ、なんか、どの攻撃、何の、ああ、ダメだ、これは逃げるぞ、グングニールはやめて、危ねえ、グングニールじゃねえし、しかも多分。チャッパちょっと忍べ、忍びの心、うん、ポカポカしろ、そしてしびれろ、そしてノーマルキノコの力を、そして剣バナナだこの野郎、いい方になめんな、いい方に上等、いくぞ、早く起き上がれ、早いちょっと止まってください、1-5、1-5、1-5、ビリビリしろしろ、むしろしてけ、率先してビリビリしろ、おいおいおい、これでやられんのはマジなしだべ、グングニール、グングニール、ちょっとおーえおお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 お、何それ、避けたいなー、避けてよリンク、一回だ、避けろ、ナイス、来たかったいってよー、めっちゃ食らった、ゴー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 、で、食えるやつは全部食え、ゴー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 、剣、よし、行くぞ、ラコンやろう、なんだ次は、跳ね返しちゃる剣、跳ね返しちゃる剣、やった何分で30分になろうとかしている疲れたあ
めっちゃ疲れた。倒したよ。ん、違う、待って待って、違う。なんか馬に乗って弓矢でなんかやるパートに移るはず。忘れてなかったよ。今思い出したけど、なんかさ、これで終わりじゃねえんだよ確か。あぶねえ、忘れかけてた。え、そうだよね。え、違ったっけ。え、なんかやったはずだよ確か。それとも一周目だけ？いや、そうそう、確かあるはず。え、違う？え？そうだよね。そうだよね、確か。リンクです、僕は。幾度滅ぼされようとも復活を繰り返す憎悪と怨念の攻撃。ずるくない？復活を諦めない妄念から暴走した姿。妄念？世に放てば100年前を超える悲劇となるでしょう。ずるくない？ずるくない？お前魔獣ガモンじゃねえよ。お前たたり神的な感じじゃねえかよ。ずるいよお前。それは魔を打ち払う光の弓矢、あなたに託します。さっき欲しかった。今、まあいいや。あなたがどれだけの力と記憶を取り戻せているか私には分かりません。僕も分からん。でも私はあなた、あなたの勇気を信じています。あ、頑張るおじさん。あ、いや、リンク馬の操作むずいけん。光の弓矢かっこいいねこれね。魔獣ガノンとの決戦の前にゼルダから受け取った弓矢、勇者が構えることで光が集い、厄災を打つ矢となる。ハルケンブルグ、行くぞ。装備 100? で、矢はいらないんだよね多分ね。 OK。 ちょっと待って、馬の操作むずくない？どこに当てるの？全身を怨念で覆っています。このままではどんな攻撃も受け付けないでしょう。これちょっと馬の操作どうなってんのこれ。私が怨念を抑えます。あ、ま、なるほど。力が足りず、わずかですが。なるほど。光っているところを射抜いてください。了解。リンク、ルーンを。うわ、分かった。頑張る。ちょっと馬波？馬波じゃない？こいつ。今です。どこ？怨念を抑えています。どこ？ちょっと待って。まずそこに行かないとまずい。当たってないの今の。当たった。よし。長く抑えられません。長く抑えてほしい。長く抑えてほしいな。あ、長く抑えてほしいな。長く当たってないの？当たった。ちょっと長く押さえてほしい。反対側にもあるとか。ガノンの力が弱まってきています。どこどこ、反対側にもあるのか。え、なんで乗る。ちょっとなんで降りてんの。ちょっとすごいケツしてるけど。どこどこどこ。え、普通に撃っていいの今むしろ。違うよね。どこ光を見抜いてください。あ、分かった。当たんない、当たんない。当たった。やっと一つ行った。ちょっと近いから離れ。ガノンが苦しんでいます。どうすんの今撃てばいいの。え、違くない。いや、今違くないの。え、降りるのかな。降りるのかな。降りよう。あ、ダメだダメだ。ちょっと待って、ちょっと離れろ。やべえ、覚えてないし分からん。マ
まずあの光、ちょっと待って、行こう、そっち光を撃ち抜くのが分かった。リンク、今です。分かった分かった、それは分かったよ。で、それをさ、やった後にどうすんの。当たってない当たってない当たった。で、今降りればいいのかな。で、殴るのかな。あと少しでキカノンを。え、違う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 、え、違う違う違う、待って、え、あの光ってる、あ、なになになに、ガノンの頭上を。はいはい、でも見れないです今。なんか潜り込まれちゃって。なになになに、あ、それそこ狙えばいいの。ちょっと、あ、ほんと、うま、うまってめ、貴様すべてを託します。どこどこどこ、あれ、あの目か、あの目か、よっ、当たんないの、当たんないのか。馬、馬の操作が難しい。あ、なるほど、時々開くのか、時々開くんだ。当たってないのかよ、今の。おい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 、もう一回来い。いいよ、そこ止まっていいよ、むしろ止まっていいよ、むしろ。攻撃を利用してください。どういうこと、どういうこと、開いた時じゃないの、この開く時にやるんじゃないの。え、違うの。ちょっと、わからん。開いた時に当たってないのかな。え、もう一回、もう一回、もう一回、ちょっと完全に馬止まっとるだもん。おいおいおい、ちょっと待って、当たってない、なんで、違うのか、それとも今だ。当たってない。ちょ、でもなんかこれはペー、どうやって勝ったし、俺どうやって倒したの。何それ、気流って、どこにあるの、気流。あ、ちょっと待って、え、あ、これで上に乗ればいいのか、で撃つのか。ごめんね、ゼルダ、ごめんね、ゼルダ、ごめんね、ゼルダ、全然覚えてなかった。わっ、その顔面白いな、全然覚えてなかった。私はずっと見守ってきました。
あなたの運命も苦難も戦いも。だから私信じていました。あなたが必ず厄災ガノンを打ち倒してくれると。ありがとうリンク、ハイラルの勇者、私を覚えていますか？しまった、一周目のエンディングとの違いがわからん。なんかね、あるはずなんですよ。うお、しまった、やべえ。写し絵を全部集めているか集めていないかで確か違うはずなんですよ。で、1周目の時は全部集めたから、トゥルーエンドじゃなくて、ちゃんとしたやつを見たはずなんですよ。違いがわからん。違いがわからんっていうか、覚えてねえ。しまった。なんてことだ。ちょっとこれ見てみましょうか。多分ね、1周目の時も見たと思うんですけれども、僕その映画の終わりとかもさ、割と見る方だから、エンドロールじゃなくて、そのあるじゃん、ちょっとマイクラは長かったから飛ばしたけど映画とかで大体こういうの見るんですよね。最後にさ、なんかその後日談じゃなくてそういうのあったりする時もあるしさ、この時にさ、そうちらっとイラストとか絵とかで語られたりする場合もあるし、あとね、なんか文章みたいなやつ出てきたりすることもあるので、一応終わるまでできるだけ見ることにしてるんですけど、だからその1回目、1周目もね見たと思うんですが、一応見ていきましょう。まあ見たところで、ね、名前とかそんな分かんないけどね、まあ、でもゼルダ関連のね動画に出てきていた人たち、まあ、あの人たちはその分野のその責任者みたいな感じだから、そうか、それはあれだよな。ワイルドライフアート、なんだろうそれ、ワイルドライフアート、ストラクチャルアートかスピリチュアルアートかと違って、ストラクチャー、ダンジョンアート、ん、何あれ、え、なんて読むのあれ、ベジテーション、え、ベジテーションなのか、分からんな。あとちょっと目が疲れるからあんまやらないけど、自分と同じ名前の人を探すっていうのも元気な時はやるね。特にその名前が出てくるだけでさ、特に何も語られない時とかは名前を探したいですよね。あと変わった名字の人とかね。いやー、でちょっとね、まあ写し絵とかね、あと DLC とかもやりたかったんですけど、一旦ねちょっとこのなんていうのシリーズというか、これはこれで一回終わらせて、すげえなんかこんな長くなる予定じゃなかったから私の中でで割と一周やったからもっとサクサクいくはずみたいなね、あったんですけど、ラストのねガノン戦でもお分かりの通りそんなこと全然ないから、多分あと10周ぐらいするまでサクサクいけるようにはならないから、まあ、毎回あれだね、 やりごたえがあるね、プレイしがいがあるね、よかったね。でその一旦これはこれで終わらせて、
何オンライン対戦みたいなさ、そのゲームじゃないじゃないですか皆さんお分かりだと思いますけど、だからさ貴重なんですよ、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドって。その今さ本当にそのオンライン対戦とかその対人戦なんだっけ PVP みたいなやつがやっぱメインのゲームが多いからさ、やっぱそういうのが好まれる傾向にあるじゃないですか。まあかなり前からだと思いますけど、だから貴重なんですよ、このオンライン環境を必要とせず楽しめたり、あと他の人のことを気にせず自分のねペースとかでそののんびり楽しめるやつ。だからできればゼルダはさずっとやっていきたいよね。あの先日あの何マリオカート64のマリオカートとかでさ、今日のなんだっけかな、そのある老夫婦がその今日のなんだっけかな、なんかご飯の支度じゃなくてなんかそういう家事をどっちがやるかをマリオカート64だと思うんですよ、それで戦って決めてるとか、あとなんだっけ、あとちょっと前にもさ、そのあの動物の森のどのバージョンか分かんないけど、それを未だにやってるおばあちゃんとかさいてさ、ね、結構長くやってる人とか、まあ、いるじゃないですか。皆さんの周りにいるか知らないけど、できるだけゼルダの伝説ブレスオブザワイルドはさ長く楽しみたいからさ、ね、コログ900体とかもあるしさ、あと全部の祠も行ったりしてないし、あとなんかその何イベントとかで逃してるやつもあるじゃないですか。でそういうのねのんびりやりたいわけよ私は。だからそういうのをねまたちょっと別で始めようかなと思います。ただそれはね多分動画としてそのパート何々みたいな感じで書き出すやつじゃなくて、多分そのライブ配信かなんかでダラダラとやってるみたいな感じになると思いますので、まあ見てもね多分面白くないと思うんですよ普通に一人ごと、今と変わんねえか、一人ごと言いながらおじさんが遊んでるだけだから。まあ、でもたまたまねお時間あってどうしようもなく暇でやることはなくて、なんか見てもいいかみたいな時は見てくださってもいいですし、まあ後でね多分1本6時間とかだと思いますけどちょっと面白くない動画耐久視聴みたいのにも使えるかも。一応多分そのなんだっけ、あのアーカイブみたいなの残しとくと思いますので、そんな感じでね、のんびり遊んでいきたいかなと思います。うん、あでもどうしようかな、 DLC のやつは別でやりたいかな。でもなんか動画じゃなくていい気がするんだよな、分かんないけど、まあちょっと一旦ねこれは終わりますけど、多分またすぐねゼルダ僕遊びたいので、あの何かしらやると思いますので、よろしかったらどうぞ。そんなね面白くないと思うと思う一応残しとくっていうぐらいだと思いますので、あんま期待しないでほしいんですけど、まあ、やりますと。いやでもいいよね本当にね、 なんかさ頑張ればっていうか、別に頑張んなくてもさ、自作次のゼルダの伝説が出るまで普通にずっと遊べる気がするんだよね。それぐらいのボリュームは遊んでないかな、あるかないかわかんないけど、でもさあの祠をさその意図した通りにじゃなくクリアするチャレンジ動画って皆さん知ってます？あのだからあのなんだっけ、縦サーフィンを出してで爆弾で飛び上がってそれで全部クリアするみたいな、なんかその祠の仕掛けを全く使わず祠をクリアするっていうのがね、すげえ前に流行ったりしてた。もう多分流行ってないと思うんですけど、海外でね、日本でもやってる人ちょっといたと思うけど、そういうのもあるからさ、あ、終わった？終わっちゃった？結構長く頼む。おっ！あっ！あれ？なんか、あれ？ん？こんなシーンあったかな？いや、あった。あったわ。あ、これはあった。
あったよ。ハイラル王だけちょっとワンテンポ遅れてんのがいいよね。シーンは見たと思うんだよな。この後に何かあったんだっけかな。違うか。違う。ああー、なんか分かったかも。なんかあれの後にやっぱあった気がする。映像がこれもう終わりだよね。コントロー、あ、あれか。コントローラーをずっと置いてたから画面が暗く、ちょっと暗くなってた。なんかあの後あった気がすんな。あった気がする。うん。ちょっとどういうやつか言うのは一応控えておきますけど、一応控えんのか。このタイミングで控えんのかよと思う。でも皆さんにやってほしいんだよな。僕な。こんな動画見てる場合じゃないっすよ。ゼルダはみんなやってほしいよ、マジで。あった気がするんだな。あったよ、確か。うん。あった。そんな長くない。ほんと、ちょっとしたやつだけど、あ、これから、なるほどね。そう、なんかこれからそうなるのかっていうか、うん、ま、なるほどね、みたいな感じだったから、あったわ。それが、この何 ノーマルエンドっていうか、その写し絵を全て見つけていない状態だと、あの映像が見られないんだな。なるほどね。はあ。オッケー。よし。まあ、さっきお話、聞いてた方いらっしゃるか分かんないけど、一旦ね、これはこれで終わらせて、またなんかライブ配信とかね、そういうやつでゼルダをね、のんびり僕やっていこうかなと思います。うん。できれば、本当に何？次のゼルダの伝説の、次、何年後に出るのか知らないけど何年後に、でもそんなすぐ出ない、あと 3,4 年とかで出ないかな。多分さ、スマブラとかはさ、あと10年以上出ないと思うけどさ、ゼルダの伝説の次の作品をちゃんとなんか作られていれば数年、 2,3 年とかに出ないかな出ないかな。ちょっとわかんない。わかんないけど、できればそれぐらいまで遊びたいよね。ずっとね。と思っております。なので皆様もね、ぜひもうクリアしてね、結構やったからやってないな、みたいな人も、ちょっと久しぶりにやってみると面白いかもしれないので、ぜひぜひどうぞ、僕もね、のんびり引き続きやっていきたいと思います。まあ、長々とね、60何？パート60何？なんだかとかになりましたけれども自分で見ててもねこいつ、うん、こいつなーみたいな感じだったけど、でもまあ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 、まあ、これが僕のゼルダの伝説ブレスオブザワイルド2周目だったからねあまりに面白くて1周目やっちゃったから動画撮んないでね1本目だけ撮ったけどね。はあ、まあそんな感じで一旦終わりたいと思います。またちょっとね、すぐやっていくので、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド好きな人とかね、暇な人はぜひよろしければどうぞ。これ続きからってやったらどこになるの？ハイラル城か。マスターモードとかもあるんだよね、これね。マスターモードにするとね、ちょっとその、何？初めの段階からもう敵が強いんだっけ？何が違うんだっけ？書いてある？書いてないか。なんか制限されてんだよね。ちょっとね。あと、マスターモードじゃないと、なんか置かれていないアイテムとか、あ、それはないか。ちょっとわかんないけど。あと、これは？これやりてえな。これやりてえな。でも僕ね、これもね、ああ、まあでもこれは動画にしてもいいかな。
どうしようかな。こういうのとかもあるからね。あ、マスターモード何？あんま書いてないか。まあそんな感じで。じゃあ、ちょっと一旦終わりましょう。はい。皆さん、ありがとうございました。じゃあ、さよなら。